補聴調は西洋音楽における調の一つで、保音を主音とする調調。調合はシャープ四箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は自然調音界で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では異名同音的に変えられることがある。 バイオリンでこの調は最高開放弦の陰線を主音としており、響きが輝かしく同主調の補単調同様、第一ポジションでは F 音を含むのでとの弦から E 弦に移るとき、不自然に人差し指を動かす必要がなく演奏しやすい。そのためか、バイオリン競争曲の大家であるタルティーニやビオッティは好んでこの調で書いた。C カントランペットの倍音列に主音である。 いい音が含まれているために、フンメルのトランペット競争曲などでもこの調が用いられる。大宝が盛んだったバロック期に多い調整である。楽曲冒頭で、主旋律に対して対旋律が属調の場合、バイオリンでは、響きが明るい補調調と開放弦が少なくくらい、路調調となり、鍵盤楽器では、当時主流であった、中前音律系の調律の場合、 主旋律の補聴調,調は、手話音の響きが良く旋律は明瞭であるが、対旋律の露聴調は、手話音の響きが悪く、旋律も不明瞭となり、明暗の対比が、はっきりと出るので下手ンちょうどよこの時代の楽曲の、特徴を表しやすい調整と言える。シャルパンティエはこの調について、創造しく喧嘩のようであると、マッテゾンは、絶望に満ちた。 あるいは全く死ぬほどの悲しみをひるいなくよく表現する。全く途方に暮れ、希望のない恋愛上の事態に最も適している。と述べている。異名同音調はないが、臨時記号を使った変異蝶々が、ショパンの幻想ポロネーズの途中で現れる。カテゴリー、補聴調,調を参照。ありがとうございます。